皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客コンサルタントが必要な人と必要でない人、その3つの特徴についてお話をしたいと思います。私がですね、教室開講したのは9年前くらいで、6年間ぐらい、教室の、パン教室の部分を実際に運営して、コンサルになるために運営をしていたので、まあ実際に最後の方はパン教室を落としながら、まあコンサルの方の事業を上げていったっていう、そういう形にはなってるんですけれども、その頃に比べるとですね、経営塾とかですね、あとは経営コンサルタント、まあそれが教室に特化したものですね、まあそういった方たちが、自分ももちろんそうなんですけれども、増えたなという印象はあります。で、当時私がなぜまあそのコンサルタントを目指そうかと思ったかっていうと、私がパンニーダーっていうコネキの販売をしている部長をしていた時にですね、いろいろと教室を回っていた時に、皆さんが困ってたんですよ。集客どうやったらいいのかっていうことで。で、結局技術があっても教室として閉鎖しなくてはいけない教室とかがあるような話を伺っていると、やはりこれは技術だけではどうにもならない、やっぱビジネスで軌道に乗せるためには、そちらのノウハウがなければダメだということで、当時私はそちら寄りの人ではなかったので、自分がその人たちを救うコンサルタントになろうと思って、なのでまず自分の教室を繁盛させてみようということでやり始めたのが私のパン教室だったっていう経緯があったので、まあその間ももちろんポチポチはいらっしゃったんですけれども、ここ数年ですね、 3,4 年ぐらいでどーっとそういうタイプの方が増えていったなっていう印象があります。でそれに伴って、自分が経営をやる、まあ教室を授業をうまくやっていくっていう時にはコンサルタントっていうのはいた方がいいっていう、まあ社会的認知度がだいぶ上がってきた。それでもまだ知らない方もいらっしゃるし、そんなのなくても大丈夫っていう方も当然いらっしゃるんですけれども、まあ私が自分がそうだからっていうわけではないんですが、結論から言うとですね、やはりコンサルタントないしはその自分の経営を一緒に並走して見てくれる人の存在っていうのは必要だなっていうのは、自分が実際にその方についてずっとやってきて感じることではあります。ですので、私もクライアントさんとはそういうお付き合いをしていきたいと思ってるし、まあ私がコンサルタントをつけた理由っていうのが、当然その全くインターネット集客とか、あと経営が無知だったので、会社としてのその部長職としての動かし方は分かるんですけれども、会社と個人事業は全然違いますのでね、特に集客とかも広告費とか、会社だと月に30万とか40万とか普通に使うことはできてましたので、そのあたりとかも全然動きが違いますから、やはりそれは自分でちゃんと学ぶ必要があったし、ホームページも場合によっては自分で作らなくてはいけないっていうのがあったので、そういったものを全てやっていくっていうことを考えると、どうしてもそういう方につくっていう必要はあったんですね。でそこでまあ学び、自分が実践し、まあ、やった経験を含めて、まあ、アドバイスはしているわけなんですけれども、まあ、最近そのいろいろとご相談を受けたりとか、まあ、実際にコンサルをやってほしいっていう話を聞くにつけ、あと実際に運営をしてやったことがあったりする中でですね、こういうタイプの人はコンサルタントは必要で、こういうタイプの人はいらないよねっていうのが見えてきたのがあるので、これから私はもしかしてコンサルタントをつけるかもとか、そういうのは私には必要なんだろうかって思う人は、コンサルタントの私の立場から見るクライアントっていうのがどういうふうに見えるのかっていうのを知っていただいて、私を選べって言ってるのではなく、誰を選ぶにしてもですね、まあ、そういった 向こう側も皆さんをそう見ているはずだし、皆さんも選ぶ側の立場なんで、お互いに選び選ばれるっていう関係性は 50-50 になるので、まずあなたにとってはそもそも必要なのか必要でないのかっていう、まあ、そういった部分からお話を今日はしてみたいと思います。まず3つの特徴っていうふうに私は申し上げました。まず1つ目ですね、1つ目の特徴は依存しない人、これがコンサルタントを必要とする人です。
これ一見ですね、依存しない人はコンサルタントいらなさそうに思うかもしれないんですけど、逆ですね、依存しないからコンサルタントのアドバイスを聞き、自分の目と耳でちゃんと判断してそれを邁進することができるから、依存しないタイプの人の方がコンサルタントと一緒に自分の事業を組んでいくのが向いています。逆に依存するタイプの人はべったり依存しちゃって指示待ち人間になってしまうので、コンサルタントからこう言われたからこうする、コンサルタントが A と言ったら A をする、素直に聞く必要がある場合もちろん素直に聞いた方がいいんですよ。だけれどもそこに何の考えもなしにただ回答待ち動くっていうことに慣れてしまうと、どうしたらいいですか、じゃあこうしてください、どうしたらいいですか、こうしてくださいっていう、そういうタイプのコンサルタントものさんもいらっしゃいます。私は違いますけれども、私はご自身がまず考えていただく、で考えた答えを言っていただく、それに対してアドバイスするっていうタイプなので、まず自分がどうしたいのか、自分がどういうふうにしていきたいからそう考えましたっていう根拠を言っていただいて、思考の訓練も合わせてやっているので、そういうのが苦手な人とかは私とそもそも相性が合わないんですけれども、依存をしてしまうタイプの人は結局コンサルをつけてもですね、つけてる期間中はもしかしたらうまくいくかもしれません。だけれども事業として自立していかないんですよね、考えてないから。なので、私自身がそうだからっていうのもあるかもしれないんですけど、考えさせる、要は指示をただ与えるだけではなく、それはどういうことなのかとかを考えさせてくれるタイプのコンサルタントの方が自分は成長すると思います。だから依存させない方がいい。で、ビジネスっていうことから考えると、依存させる方が楽というふうに考えているタイプの方もいらっしゃるのも事実です。占いなんかはその系が割と多かったりするんですよね。依存をさせてしまえば自分の言うことを聞くじゃないですか。なあ、もしかしたら洗脳とかっていう感じにもしかしたら近いのかもしれないんですけれども、ですから依存しない人の方が、向いています、どちらかっていうと。でその点がまず1点目なので、依存する人は逆にコンサルをつけても実はうまくいかないっていうのが多い形になっています。これがまず1点目です。で2点目がですね、素直な人です。これはコンサルやるやらないとか以前の問題っていうか、会社とかでも全部そうなんですけれども、特に私なんかはクライアントさんに成功してほしいわけですよね。ですからご相談された案件に関しておそらく一番適切でいいであろう方法を頭を使って必死に考えるわけですよね。それを一旦はそうですねっていうことで受け入れて実行行動をしてみる、これができる人はすごい成果が出るのがやっぱり早いです。でここで成果が出ない人はどういうタイプかっていうと、こちらがアドバイスしますよね。でその場で言ってくれればいいんですけれどもね、いや私はこう思うんでこうではダメでしょうかっていうのを、仮に言ってもらってでもですね、私が言ったことも自分が言ったことも、行動が入っていないですよね。で自分の思いっていうのはそういう思考だったから、例えばうまくいってない、そういう思考だったから今の世界が作られてるっていうことを考えると、私のアドバイスないしは世界が違う人のアドバイスを受ける方が世界が変わりうまくいく可能性がありますよね。ということは自分の我があったとしても、まずは一旦これを受け入れてやってみる、そしてうまくいかなかったらまた相談するとか、そういうプロセスが必要になるので、素直じゃないっていうか我が強い方っていうのはそこで「いやでも私こう思うんです」っていうのを根拠とともに言うんじゃなくて、ただ単にそれを受け入れたくないからっていうことで反対意見を言う方っていうのはうまくいかないです。反対意見をもしも言うとすると、言われたことをやった後にこうでうまくいかなかったんで今度こういうふうにしてみたいですっていう、これは OK なんですけれども、まずは一旦受け入れる、これができない方は結局アドバイスをしてもやらないので、
アドバイスしなくていいよねっていうことになるから、コンサルタントいらないですよね。自分がやりたいようにやればいい人はやりたいようにやったらいいと思うので、お互いのお金と時間が無駄になりますので、そういう方はつけない方がいいと思います。つけるっていうことは信じるっていうことだし、コンサルタントを信じるっていうことでもあるし、ご自身を信じるっていうことでもあるので、そういう点では素直ではないということは非常に損ですね。素直ではないっていうことには、言うことを聞かないっていうことと、あとは行動しない、実行しないっていうのも素直ではないっていうのとほぼ同義語になります。要はそれを聞、お金を払って知恵を聞いているわけなのに、なぜそれをやらないのかっていうのはやはり疑問になりますね。ですから自分が思うところがあるとか、実行する自信がないっていう方は、ゆっくり自分のペースで自分が好きなように考えてやっていけばいいと思うので、コンサルタントはいらないということになりますので、素直な人は伸びる可能性がとても高いので、つけた方がいいと思いますけど、素直に動けないタイプの人はつけなくても一生っていうか、お金がもったいないですね、むしろ。だから自分で好きなようにやられたらいいかなと思うので、そこが2点目です。で、3点目ですね。約束を守れる人です。3点目は、約束を守れる人はコンサルタントがいたらいいと思います。そうするとどういういい効果があるかっていうと、その人が自分に約束をすることを、例えばコンサルタントに「私こういうふうにします」と宣言したとしますよね。で、まあ言った手前っていうのがあるにしても、それを宣言することによって、まあ、コミットメント、約束になりますから、それを守ろうとすれば当然自分に負荷がかかるし、まあ、頑張んなきゃいけないわけですよね。その頑張るっていうことがあるから、まあ、計画を考えなくちゃいけなかったりとか、でそれでまた考えて行動した時に、わからないことがあったらまた聞いていくことができますよね。だから約束を守るっていうことっていうのは、時と場合によってはとてもしんどい話になるし、自分が思ってもみなかったことをやることになってしまうケースもあるんですよね。でも約束を守るって決めて、それも期限内にですね、期限が結構過ぎてしまう方とかも結構多いんですけれども、期限内にやはりそれをきちんと約束を守っていくっていうのは、とても大事なことになりますので、約束を守れない方は、コンサルタントをつけてもですね、自分との約束も守れないし、そちらの期限とかやろうって言ったことが守れないから、結局、じゃあこういうふうにしたいっていう理想の姿があったとしても、どんなにコンサルタントがいい提案をしたとしても、結局約束を守らないので、その姿にはならないということになります。いろいろと、言い訳っていう言い方は変なんですけど、環境とか状況が皆さん違うので、いや、やろうと思ったんだけどこれがあってできなかったですっていう話はよく聞く話なんですけれども、環境と状況が違っても、それをどこまでか、ここまではできるっていうところをやりきれるかやりきれないかっていうのが、約束って1個だけじゃなくてですね、まあ何個も何個も入ってきますよ、ビジネスの約束っていうのは。生徒さんとの約束も約束だし、自分の約束も約束だし、私との約束、クライアントとコンサルタントの間での約束っていうのもあるんですけれども、これを、まあ、守ろうと努力するか、やっていこうと努力するかしないかっていうのは、1年3年5年経った時にものすごいインパクトの、行動量ないしは成長率とかが変わってくるので、傾向としてですね、約束を守らない方はうまくいかない。要は、せっかく契約をしてお金も払って知恵が欲しくってやってるのに、まただ流れでお金が流れていってしまうのと、あとは伸びていかないですよね、やはり約束守らないから なので結局その人は、まあ必要ではない人っていう部類にどの道なってくるので、まずは自分との約束を守るところからスタートした方がいいんじゃないかなという、何をどういうノウハウをやるとかいう以前の問題でですね。
だから自分で自己流でやってうまくいかない、どうしてだろうっていう時には、第三者の鏡としてのコンサルタントっていう存在は必要なのかもしれないですけれども、結局それをこう自分で決めたことを自分で破るっていう方は、コンサルと約束したって破るので、いてもいなくても変わんないっていうことになりますから、そうするといなくていいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかします。ですので、基本的にはまあこの3つですね。コンサルタントがついた方がより事業が伸びていい状況を作れるタイプの人っていうのは、1つ目は依存しない人、2つ目は素直の人、3つ目は約束を守る人。この3つを持ってると、まあ、大概うまくいきますよね。はい。なので、まずその自分がコンサルをつけたいかなとか、誰かそういうアドバイザーが欲しいなと思った時には、そもそも自分自身がどういう人になってるかっていうのを、まあ、見極める必要があるかなというふうに思います。で、余談なんですけれども、まあ人間対人間なので相性っていうのは当然あります。だから、私と相性がいい方と相性が悪い方って当然いるわけで、それはご自身が誰と相性がいいのかっていうのは自分で見極めるしか ないので、まあ、いろんな情報とか見ながら決めていくことになるんですけれども、褒めて伸ばされたいタイプの人はそういう人を選んだらいいし、私はそういうタイプではどちらかっていうとないので、ちゃんともちろんやることをやった場合には褒めますけれどもね、ここはできてないとかっていう部分とか、こういうふうに改善した方がいいっていうのは、まあ、さっぱりそのまま言っていきますから、それがこうきついというか心が傷つくっていうタイプの人は私とは相性が悪いっていうことになるので、自分にとって誰が伸ばしてくれるタイプの人なのか、どういう人と一緒に組むと自分はうまくいくのかっていうのも、コンサルをつける上では見極める一つの大事な要素になってくるので、自分自身がどうあるべきか、どういうふうにしていきたいかっていうのがまず1点と、もう1点は相性ですね。その人とやっていったら、まあ、単純にその人が好きかどうかっていうことでいいと思いますよ。やっぱりこの人好きだな、この人の言うことなら聞けるっていう人とはやっぱり相性がいいと思いますので、まあ感情の生き物ですからね、人間は。所詮そのあたりで選んじゃっていいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかはします。はい。以上ですね。本日はコンサルタントをねつける時に必要な人っていうのはどういう人なのか、逆にいらない人っていうのはこういう人だよっていうお話をさせていただきましたので、ご参考になさってください。それでは。